はいどうも、早いもん開発者のりょうたです。本日早いもんアンドロイドバージョンの最新版をリリースしました。最新版では、コントロール画面っていう左から2番目の画面ですねが、ちょっとボタンとかがちっちゃくって押しにくいっていう意見が結構あったので、ボタンを大きくしたりとか、ちょっと操作しやすいように修正しました。他にもね、そこの画面操作しにくいなとか、そういうのがあったらぜひぜひ言っていただければ対応するので、今回はね、例によってユッキーから連絡をいただいたんですけど、他にも操作しにくい画面があったらぜひぜひ教えてください。以上、早いもん開発者のりょうたでした。